いやこのステアリングのスローさって、あハンドル切ってから、ね、2秒ぐらいかかるな、トンネル。でも意外に悪くないじゃん。そうですね、110キロは実測出てます。まあ、3、4年前にラダーフレームも新しくなってんですよね、確か。いやこのステアリングのスローさって、あハンドル切ってから、ね、2秒ぐらいかかるな、トンネル分、はい、上物と下物が全然別に動いてる感じですね。格好なんだろうね。いや、かっこいいです。かっこいい？はい。だってこれ全然宣伝しなくてバンバン売れてんですよ。今でも？はい。日本で。伸びてんですから。何年にもわたって。直進性どうですか？ダメだよ。結構修正してますからね。うん、まあ音も盛大ですし。というかこれ何かあったら急ハンドル切れないよ。はいはい、あんまりこういうので用が出すぎても危ないですからね。だけどさ、ね、危険回避はしたいじゃん。そうですね、うん、問題はハンドルで、なんかもうしょっちゅう直線でもステアリングで修正してないと、なんかこうフラフラしてどっか行っちゃう感じですね。だからまあこれがいいっていう人がいるんだから世の中はよくわからないんだけど、まあでもスピードはそんな高くないから、まっすぐ走っててもなんかドライビングしてる感じになりますね。もう緊張感たっぷりあるし、油断できない車で、そういう意味では面白いかなと思いましたけどね。いきなりこのスピードで行けちゃうんですね。ちょっとでもはらみそうな雰囲気ですね。あ、そうでもない。オールシーズンタイヤとは思えない ね。ちゃんとゲインも普通のちょっとスポーティーな乗用車ぐらいの感じですよね。だからやっぱり、はい、ランドローバーとポルシェの SUV は別格だな、はい、うん、そうですね。ランドローバーはSUV 専門メーカーだから、ああ、ちゃんと素直に入っていきますもんね、うん、ハンドル切れば。ステアリングのフィーリングはどうなんですか？だからまずアルカンターラで感触はいいじゃない、はい、手のひらのね、はいはいはい、で結構ステアリングホイールがでかいんだよ、うん、でこれもちょうどね、はい、5シリーズって感じだね、うん、そんなにピークじゃなく、はいはい、でもちゃんと動いてくる、動いてる、はい、で高速周回路は多少ロールはあるんですけど、ほとんどこの車高でもフラットライドで、バンク下を137キロぐらいで普通にこう駆け抜けていくところがあって、恐るべし V8 ディフェンダーっていう感じです。